最後の、今日最後の日本語のセッションはですね、木台正幸さんによります Teams を使ったオンライン講習会 Tips ということでお送りさせていただきたいと思います。それでは木台さん、準備はいいかな？ いいともって 懐かしい はい、じゃあお願いします。ああ、よろしくお願いします。先ほどね、ちょっと頭出しのところで、最初の10時からまさかずっと参加してる人いないよねって言ったら、早速2人ぐらいぶっ通しですっていう人がいらっしゃいますね。ああ、まあもう1人いらっしゃいますね。なんと、今日平日ですよ。僕ほら、コミュニティの時いつも T シャツとかパーカーなんであれですけど、僕ネクタイしてますからね。皆さんお疲れ様です。最後の1時間、まあ50分ですけど、私にお付き合いください。よろしくお願いいたします。そっか、スライド。よいしょ。最初に、このイベントの紹介ですね。もう皆さん、11時間聞いてる人は11回目だと思いますけれども、11回、10回目ぐらいだと思いますけれども、アナウンスですね。今まで、シェアポイントカンファレンスと呼んでいたものが、名前変わりまして、これ勝手に進むと。さっき国さんのセッションでもそうやって言ってましたね。勝手に進むんですけれども。マイクロソフト365コラボレーションカンファレンスという名前に変わって、マイクロソフトチームス、マイクロソフトシェアポイント、マイクロソフトパワープラットフォームの総合的なイベントになっているので、ぜひ皆さんもラスベガスに行きましょう。3月23日ですね。僕は行かないですよ。もちろん、そんな海外なんてちょっと行けないですけど。はい。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。カジュアルじゃない木材さん、初めて見ました。そうですね。連投ありがとうございます。たまにはね、ネクタイ締めるんですよ。仕事してる。そう、仕事の話もちょっと後ほどしますね。プレミアサポーター、ゴールドパートナー、スポンサーの方、シルバーサポースポンサーの方、皆さんありがとうございます。皆様のおかげでこういった配信をさせていただいてね、後から次のスライドぐらいで出てきますけれども、オキュラスの 抽選会もできます。ありがとうございます。さて、改めまして自己紹介です。名前は木台正幸と申します。トレンドケイト株式会社というところで、パワーアップスのお話であったりとか、マイクロソフトチームズであったりとか、そういうものの IT トレーナーを今やってます。ちょっと前までは、違ったんですけどね、今、SI でお仕事をしてたんですけれども、今は IT のトレーナーということでさせていただいております。もうしばらくしたら Office 365管理の基礎みたいなコースもちょっと立ち上げようかなと思っております。そういうオフィシャル、ネクタイ締めてる木材さんはそっちの話ですね。で、コミュニティの木台さんのご紹介。ジャパンオフィス365ユーザーズグループ。これで、ね、名前変わりましたよね。オフィス365ユーザーズグループの名前をどうしようかっていうのを今検討中です。で、ブログも木台さんの思考のレシピと、ツイッターもやっております。で、Facebook のコミュニティもあるので、そちらをご利用ください。さあ、抽選会ですね。抽選会皆さん参加しましょう。これツイッターにちょっと投げておきますね。これ。フォームズのアンケートだったと思いますので、そちらぜひ参加してみてください。よいしょ。ちゃんとね、ツイッターも見てますよ。ツイッターも、QA もどっちも見てますんで、ご安心ください。で、もう一つアナウンスです。これも皆さん見ていただいたと思いますけども、COVID-19 のチャリティ寄付、ご協力お願いします。まあ、これじゃなくてもですね、普段皆さんがチャリティで出しているところ、赤十字とかあれば、そこに チャリティお願いします。で、私の話続きで、コミュニティの紹介、改めまして、ジャパンオフィス365ユーザーズグループというところで、最近ね、ロゴ作ったんです。ロゴも作りました。はい、で、Facebook、コンパス。で、Twitter のハッシュタグは、O365JP っていうので今までずっとやってたんですけど、さすがにほら、ちょっと変わったじゃないですか。なので、M365JP っていうハッシュタグも使ってみようかなと思って最近テストしてます。もしよろしければどっちか使ってください。どっちとも毎日監修してます。はい。というわけで、本題に入っていきましょう。
今日のこのセッションの目的は、オンラインの打ち合わせと講義。私、最近ほら、オンライントレーナー、IT のトレーナーやってるっていうことで、今までずっとオンライン打ち合わせだと思ってたものが、実は講義ってちょっと違うぞというのが分かったので、そちらを皆さんと共有したいと思います。あとは、それするために、オンライン講義をするために、物理的な準備環境と、あとは、オフィスの録音がいいぞっていう話と、体制、大事っていう話をしていきたいと思います。まず1個目。オンラインの打ち合わせと講義の違いっていうのは、ざっくりとどんな情報を提供しているかっていうのが大きく違うなというのが最近分かりました。それについて確認をしていきましょう。あ、ロゴシール。さっきのね、ロゴ。Office365 ユーザーズグループのロゴ。シールそのうち作りますんで、大量に作って皆さんに配りますんで、お待ちください。っていうツイッターの質問が来てましたね。はい、ありがとうございます。で、オンライン打ち合わせと講義の違いっていうのを最近私が体感しているものをお話します。まずオンライン打ち合わせ。これビジネス上いつもやってるやつですね。今までは対面でやっていたんですけど、最近遠距離の打ち合わせもあるし、交通費もったいないんでっていうような理由で、オンライン打ち合わせって今までやってたと思います。新規のお取引先様のお話を伺うとかですね、定例会みたいなことをやるかもしれませんけれども、そういったもので何をやるかというと、パワーポイントの資料の共有とか、Excel のデータシートの共有とかを見ながら、お話をする、ディスカッションをする。で、うちの製品買ってくださいっていうようなデモンストレーションをするというようなこともするでしょうし、基本的には会話をする。ああでもない、こうでもない、報告をするっていうようなのが、オンライン打ち合わせだと思います。で、かたや、講義。講義って、パワーポイントの資料、今みんな見ていただいてますけれども、これを見せる、もちろんそうなんですけれども、デモンストレーションやります。こんな風にやるんですよ、とか、あとね、こう、発問っていうキーワード、今日、帰ってですね、覚えて帰っていただきたいんですけども、皆さんに問いかけるというキーワードがあるんですね。簡単に言うとアンケートです。これと、あとは、このさっきの発問とかアンケートと関係なく、先生これわかんないんですけどっていう質問あるじゃないですか。あれに対する返答も発生します。あとは、人数が何人かいるので、グループワークがありますね。こういったものをやっていく必要があるんです。さすがにグループワーク、お客様と打ち合わせしないです。というような項目があるので、ちょっと意外とやること多いぞ。いうことが最近分かりました。で、これは、こういったコミュニティの登壇により近いですね。打ち合わせよりも、コミュニティ登壇の方が、感覚としては近いです。なので、そっちを普段やっている方は、分かってるよ、ということかもしれません。というわけで、じゃあその、オンライン講義についてもうちょっと掘り下げていきましょう。講師が確認するものと受講者に見せるものってね、実は二つパターンがあって、で、講師が確認したいものって、皆さんの顔を見たいんですね。理解してるかなとか、先ほど発問って言いましたけれども、例えば、Office365触ったことありますかみたいな質問したときに、うんうんとか、触ったことなければ目をそらしたりとかってするわけですけど、こういうのリアクション確認したい。あとは、オンライン講義ならではですけれども、チャットに質問書き溜めることができるんですね。今もライブイベントの FAQ にどんどん書いていただいていると思うんですけど、そういったものをつどつどチェックしたい。あとは、パワーポイント、ノートってあるじゃないですか。僕はあそこにアンチョコをたくさん書いてるんですね。今もこう書いてます。皆さんに見えないところのここに表示されてますけども、これ見たい。で、プラスアルファ、今度、受講者に見せるもの。皆さんに見せるものって割とたくさんあるんですよ。すいません。パワーポイントの資料。あとは、紙のテキストないので、電子テキストになるんですよね。それを見せたい。皆さん手元にテキストを開いてくださいって言って、本当に開いてるかどうかわかんないし、実際に皆さんが開いているところと、私も同じページを見ます。みたいなことをやらないといけないですね。というわけで、電子テキストも必要。あとは、デモンストレーションを普通にしなきゃいけないし、板書ね、こうやって書いたりするわけです。板書。の必要もありますし、
あとは参考のウェブサイトですね。マイクロソフト系のコースであれば、ドドックス、ドドコムとかを参照して見せて、ここの URL ですよって言って、なんならその URL を提供したりしなきゃいけないです。というものを見せなきゃいけないんですね。なので、結構多い。なので、これらを途切れなくスムーズに提供したい。PowerPoint の資料を画面共有したことある方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。Skype for Business でやってもいいですし、Zoom でやってもいいです。もちろん Teams でやればいいんですけれども、そういった時にアプリケーション単位でね、共有してたらね、じゃあ一旦共有切りますね。じゃあこっちのアプリケーション共有切りますね。って言って、話がブツブツ切れるわけですよ。そういうのをやめたい。というわけで、どういうふうにやろうかなということが、まあ最初に課題としてあるわけです。課題、確認をしていただきました。じゃあですね、この課題の解決についてはちょっと後ほどお話をしますけれども、先に物理的なセッティングのお話をしていきましょう。この物理的なセッティングがないと、先ほどの課題の解決っていう話にもちょっといけないんでですね。じゃあどんな環境をしているかというと、私がオンライン講義をするときには大体こんな感じでやっております。ノートパソコンとその上に外部ディスプレイを置いてます。で、その外部ディスプレイとノートパソコンのちょうど間ぐらいにウェブカメラが来るようになります。サーフェイスはすごく便利。この位置にあるからですね。その位置にないパソコンもまああったりするんですけれども、私の会社がいつも使用している講師向けのパソコンは運よくここにあるんですね。その真ん中のところにあるので、これ使ってたりします。で、おう。他にも次が、順番通り言わなきゃいけないですね。あとマイク。マイクは、コンデンサーマイク面白そうだったんで買ってみました。だいたいこの位置にあると、目の前に座ったままお話ができる。今日はね、ちょっとコンデンサーマイクなくて、サーフェイスヘッドオンでやってますけれど。で次3番目が、そう、時計。横にね、時計必要なんです。ウィンドウ、デスクトップの右下にあるじゃん、時計。これじゃダメなんですね。だいたいこれぐらい大きい時計必要です。本当はここカウントダウンタイマーとかも置きたいんですけどね。よく大きなプレゼンテーション、テッドとか、もしくはなんか大規模なカンファレンスの時には、大体こうプレゼンターの足元にあったりしますよね、カウンター。ああいうものを代わりに時計、スマートフォンの時計アプリを全画面表示して出しています。次4番目。4番目はプレゼン PC 本体ですね。今私は Surface Pro 4がここに置いてあります。で、ウェブカメラですね。先ほどお話しました。あと6番目で、今日こっちにあります。別の PC もう一台必要。なぜならば、受講者がどんな画面を見てるかっていうのを確認してるわけですね。で、例えば今私見てるので、何秒か遅れでこの画面、画像が、僕のジェスチャーが届いてるっていうのも一番見えてます。だいたいこれぐらい。あとは、イヤホンマイクですね。下に、足元に置いてありますけれども、こちらの、ここの部分ですね。イヤホンマイク。すんごい安いやつでいいです。安いやつでいい。音楽配信するわけではないので、自分の声が聞こえるような片耳のやつでいいです。あるかな？どっか行っちゃった。さっきまで持ってたんだけどね。片耳ので十分。ダイソーとかに売ってます。あれで十分。大事なのは、ディスプレイを縦に並べて、自分の顔の動きをそんなにないようにする。例えば今、こっちに PC がある。確認しましたね。ディスプレイが横にある場合には、こう横を向くわけですよね。結構ね、横移動と縦移動だとすると、横移動の方が横向いてるっていう言葉があるように、なんか他のところを見てる感がやっぱ強いんですよね。なので、縦に私は置いた方がいいんじゃないかなと思います。さてと、というわけで、ちょっと待ってね。はい。ここに横にするのがポイント。物理的な環境は大体整いました。あと、
Teams の、大事ですよ。Teams のですよ。他の配信プラットフォームじゃないです。Teams です。配信をするときに画面共有のパターンが、まあ、大事。これね、分かっている方はね、当たり前じゃんっていう話なんですけれども、外部ディスプレイ全体、今日の場合でやると、画面ナンバー2ってですね、2個目の画面。これ全体を共有するっていうのが非常に重要。ね、試験に出ます。ここを共有するべきです。なぜか。デスクトップ2に表示するものをお話をしていきましょう。ちょっと実演してみましょうか。今、デスクトップが見えていると思います。ファイナルファンタジー14の赤魔導士の壁紙が見えているはずですね。一つ前の大型アップデートパッチのストームブラッドの壁紙でございます。で、ここに、これ今皆さん全員見えてますよね。で、ここに何を持ってくるかというと、例えば表示したいパワーポイントを持ってきます。で、このパワーポイント、今適当に作ったパワーポイントなんですけど、例えば最近困ってることみたいなパワーポイントを作っていた場合に、この状態で持ってきます。この状態とても大事。これ何かっていうと、パワーポイントの表示メニューの閲覧表示というものがあります。この閲覧表示をしてあげると、このウィンドウにぴったり収まるサイズの表示を一旦見せてくれるんですね。この状態、とても便利です。何が便利ってね、ウィンドウサイズに合わせて拡張してくれることがとても便利ですね。で、次行きましょう。他に何を出すかっていうと、とても大事な、はい、電子テキスト。これちょっとあんまり見せるとね、会社から怒られそうではありますけれども、マイクロソフトの公式コースとかってこういう電子テキストで提供されてるんですね。これクリックすると中身を確認をすることができます。ブラウザベースです。なので、ブラウザを表示したい。これ今、全部英語ですけどね。英語なんですよ、最近のマイクロソフトのコース。で、例えばこういうもの、電子テキストを見たい。そうすると、じゃあ、スライドの何ページを見ながらテキストの何ページを見てください。なんていうことで、こうやって表示することができるんですね。他にも出す必要がありますよ。誰だったっけな。あ、そう。インフラ系のコースをやっている場合には必ずリモートデスクトップが必要です。なので、リモートデスクトップを起動して、これをウィンドウ表示にして出しておけばいいんですね。で、このリモートデスクトップ、まあ、ダブルクリックしたら当然ね、最大化されるので、ここで演習を行って、デモンストレーションを行うということができます。これ、ダブルクリックして、ちっちゃくしておけば、使うときに表示してあげればいいのです。だんだん分かっていきました。ウィンドウをたくさん使うというのが大事。例えば、PowerAppsの make.powerapps.com を見せたい場合には、こうやって出しておけばいいですね。で、この状態だと、今、オンラインだと文字がちっちゃいよってなると思うんですけれども、単純に最大表示にして、Zoom をでかくすればよくですね。ただ、トレーナーはちょっとめんどくさいですよ。このキャンバスがすごく移動しづらくなりますけれどもね。なんかこういうお遊びアプリを作って。で、デモンストレーションが終わったら、ウィンドウを通常サイズに戻して、見てほしい。パワーポイントを大きくしてみて、ここを見てください。っていうやり方をしてあげれば OK。こうして、アプリケーションを、共有を途切れさせることなく、複数のアプリケーションをまたがって表示してあげる。これができるように作ってあげるのがよろしいでございます。はい、よいしょ。じゃあ次のお話に進みましょう。というわけで、スライド、本番のスライドをお見せしましょうかね。まあ、今日は AI 化にするんですけど、先ほどのデモンストレーションの内容を確認していきましょう。PowerPoint、閲覧表示です。で、ブラウザとリモートデスクトップ、電子テキスト、あとね、ホワイトボード。そう、忘れてた。ホワイトボードも、まあ出したいですよね。ホワイトボードアプリ。例えばね、
こうやって作っといて、こう書くわけですよ。パワーアップスには環境というものがあります。この環境というのを作ってですね、で手書きでね、こう書いていけばいいんじゃないかなと思います。ここから、ここからここまで。あれ？ペンペンペン。これどうやって書くんだっけ？まあいいや、こう書いてあげればいいでしょう。そして、ちょっとこのホワイトボードはまた後で出てくるんですけどね。こうやってデスクトップ に表示するもの、ホワイトボード。で、ウィンドウ表示にして、ウィンドウサイズをどん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 切り替えることによって、見せたいものを自由な大きさで自由に表示することができる。で、ここを確認してくださいって、注目してほしければ、最大化して見せればいいわけです。あとは、Windows のですね、設定で、どこだっけ？マウス。確かマウスの設定の中で、マウス、自動のスクロール。あれ、どこだっけ？コントロールキーを押したときに、丸くしてくれるやつがあったんですよね。ちょっとごめんなさい。確認忘れました。ご存知な方、後で教えてください。マウス、左のコントロールキーを押すと、マウスポインターのとこがワーンと見せてくれる。5つの機能がマウスの設定のところにあったはずなので、それも有効にしておくといいでしょう。でもう一つ大事なのが、ブラウザって話をしましたけれども、もう最近 YouTube とか、ああいうところに全部技術的な動画って上がってるんですね。なので、音の配信をしなきゃいけないです。そうしたときに、今まではできなかったんですけど、最近のアップデートで、システムオーディオを含めますという機能が、Teams の共有の機能として追加されました。なので、これを使ってください。これをオンにするとですね、配信する側の人がローカルで YouTube とか、あとは普通に動画再生とかすると、その音を視聴者に届けることができるようになってます。さてと、じゃあ次に話しに行きましょう。あとね、ちょっと待ってですね。一瞬いなくなります。ただいま。ホワイトボード書きたいですよね。ホワイトボードを書きたい。ここ後ろにホワイトボードっぽいものありますけれども、なんか、図を書いて。なんか書きたいわけですけれども、このホワイトボード、今、サーフェスの画面だと、まあ、ちょっと遠いじゃないですか。これをどうにかしたいってなったときに、外付けの USB のウェブカメラを普通に買ってください。で、つけてください。で、その USB カメラでホワイトボードを映してください。映したときに、どのアプリで表示するかっていうと、Windows アプリのカメラっていうアプリケーションがあるんですよ。これ皆さんご存知ないかもしれません。カメラっていうアプリがあります。それを表示してあげて、あ、今、つけてなかった。あ、はい、じゃこれもちょっと実演してみましょう。先ほどね、ホワイトボード書いたりとかしてますよね。で、カメラアプリが、あ、これ怒られるやつだ。会社の中身が見えちゃう。よし、よし。よし。私今、サーフェスの外側のカメラですね。ちょっと微妙なところしか映してないですけれども。これ、向こうがホワイトボードだったら、よくないですか？こうやってホワイトボードも映しつつ、パワーポイントも映しつつ、
この状態で、例えばホワイトボードに全力で書きたいと思ったら拡大すればいいです。で、ここにペンでピピピピピッと書くというようなやり方をすることができます。そうするとね、先生の顔のカメラとホワイトボードを向けているカメラを2つ準備すれば、これは実現することができます。これなかなかね、賢いやり方だと思います。これ実はお客様に教えてもらいました。これやったらいいんじゃないかな。賢い。で、その時に、タイトル間違えてる。ホワイトボード物理を使う場合じゃない、タイトルが違いますけれども、手元のメインディスプレイに何を映すかっていうと、Teams のアンチョコ、Teams とアンチョコを映します。今私もやってます。PowerPoint、言葉が間違えたな。Teams のライブの FAQ。ありがとうございます。今質問というか FAQ のところで教えてもらってますね。その他のマウスオプションから、今やるなって。FAQ でいただいてて、その他のマウス、あ、ここだ。その他のマウスオプション。この、ポインターのところ。はい。コントロールキーを押すと、ポインターの位置を表示する。っていう設定をすると、ぴょんぴょんぴょんって映るんですね。はい、ここ見てくださいって。匿名さん、ありがとうございます。これ、とても便利です。あ、そう、カメラはね、スマホで代替できます。私、こういうふうに使ってるので、スマホ、別な用途で使ってたりするので、やってないですけど、スマホのカメラ、特にね、これなんでしたっけ？あ、そう、iPhone。iPhone のカメラは、すごく写りが綺麗だという評判ですので、これを、ウェブカメラとして使う、アプリケーション、フリーのアプリケーションがありますんで、スマートフォンと PC 側両方にインストールしてあげて、このスマートフォンをウェブカメラとして使うことができるアプリがありますので、ぜひ使ってみてください。はい。で、話が戻ってきますと、メインディスプレイの方ですね。先ほど、パワーポイントをこの閲覧表示で出しましょうって話をしましたね。これ、プレゼンテーションモードじゃないんですよ。閲覧表示モードで出しているので、実はね、これ最大に困るんですけど、発表者ツールが出てこないんですね。イコール、ノートに書いたせっかくのメモが全然見えないという問題がありますんで、私、ノートに全部書いてるんですけどね。あれの代わりに、ワードを作って、何スライド目にこういうのを、この URL を紹介しようとかっていうようなものを書いてたりします。失礼。で、その裏で会議のチャットをこちらに流しておきます。発表中はチャット見てると、途切れるから嫌だと言われる方いらっしゃるんですけど、私は見ておきたいので出してます。これで見れる。まあね、某なんとかっていう最近流行りのね、アプリケーション、配信プラットフォームのアプリケーション Z で始まるやつは、あれね、これできないんですよ。なんか、チャット、配信アプリからチャットや参加者一覧をポップアップウィンドウ化できて一見便利そうなんですけど、Zoom アプリ内のチャット、参加者一覧、配信画面はそれぞれ実際には独立してなくて全部重なって表示されているので、こういう別の、ワードとかの別のアプリケーションと、相互にちゃんと重ねで表示しようとすると、まあ、使いづらい。Teams 使いましょう。これで置けばいいんだから。便利。Teams を使ってください。では、全体的な、まあ、物理配置っていうのは、こんな感じをしています。イメージ図ですね。縦に
PC とディスプレイを置いて、で、ここだけで話し、会話をします。で、受講者の人たちから、チャットで質問が来たとしても、こちらの手前のメインディスプレイの方にチャットで流れてくるので確認をすることができる。で、横には、もう最近見てないですけど、ね、この何分間かはずっとこっち見てなかったですけど、こっちにも、実際に受講者が見ている画面が見えているので、例えば共有し忘れてないかなとか、自分の顔を映したい、ホワイトボードを映したいと思った時にカメラの切り替えを忘れているとかよくあるので、そういったチェックのために置いておきましょう。はい、では次にお話に行きましょう。Office365 いいぞと。これ散々、まあ、一晩中喋れるんですけど、36時間いけるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今日は短めにお話をします。Teams だけでやっても、まあ、不十分なんですね。各種サービスを併用してあげましょう。ということで、まあ、1個か2個ぐらい紹介しようかなと思います。もちろん今、PowerPoint を使ってたりしますけどね。他にもいろいろあるかと思います。使ってあげてください。マウスのポインター機能いいですよね。で、よいしょ、よいしょ。インスタントの会議とチーム会議っていうのが実は Teams にはあって、インスタントの会議っていうのは最初の例でありましたけれども、初回のお客様とのオンラインミーティングみたいなものっていうのは、相手に Teams 招待しないですよね。相手のメールアドレスだけいただいておいて、じゃあ、オンライン会議しますね。って言って、アウトルックの予定表からオンライン会議の依頼を出して、で、時間にやったら皆さん同じ会議に参加する、ジョインするというやり方ですね。あれ、インスタントの会議という名前にしておきましょう。インスタントの会議は、Teams に招待が不要です。もちろん、Microsoft アカウントもいりません。Teams のアプリケーションがあれば、Microsoft アカウントでログインするとか、いろいろありますけれども、ブラウザでアクセスできます。これね、世の中ね、なぜか、Teams はマイクロソフトアカウントが必須だなんていうね、嘘を言うやつがいるんですよね。これは困る。全然いらないです。もちろんあっていいんですよ。あった方がいろいろ便利なんですけれども、なくてブラウザの匿名アクセス全然できます。今日もやってる方いらっしゃると思いますけれども、ブラウザでアクセスすることが可能です。で、一個ね、あるのが、主催者のみファイルの共有が可能なんですね。招待された人は、じゃあ私の資料も見てくださいねって言って、チャットの あそこのチャット欄にファイルドラッグ&ドロップで送る、見てもらうってことはできないんですね。主催者はあそこにチャットの入力欄のところにファイルをドロップして見てもらうことはできるんですけど、じゃあこれ編集して返してくださいってことはできない。まあ別の方法で共有してあげる必要がありますね。Teams、結局 Teams 招待するのか。というわけで、Teams 招待した会議の話をしましょう。Teams に招待をして、その Teams の中で、オンライン会議を設定した場合に、まずね、いいねができる。大事。チャットのいいねができる。大事ですね。ちょっと操作をしてあげれば、ちゃんとインスタントの会議でもできるんですけど、何しろマウスカーソル合わせていいねするだけでできるって、まあ、超便利です。いいね大事。あとは、Teams、皆さんもご存知の通り、Teams っていうのはチームがあって、その中にいろんなチャンネルが設けて、そこでディスカッションをそれぞれやってるんですけれども、このチャンネルに指定した会議をすることができます。で、なんでチャンネルを分けるかっていう話をすると、またここで1時間私喋っちゃうんで、今日はしないですけれども、チャンネルを指定した会議を設定することができます。なので、そのチャンネルの目的に合った会議をそこで開催することができるんですね。で、参加者も Teams にもう招待されてるわけですから、当然、ファイルのアップロード、事前にしといてもいいですしね。そういうことができるでしょう。もちろん、会議の途中で、じゃあこのファイル見てくださいって言って、チャット欄にドラッグアンドロップでファイルを投入することももちろんできます。で、何より Teams が便利なのは、会議が終わった後も、ちょっと時間なんで、ここの会議室1時間しか取ってないんで、残りちょっと Teams で会話しようっていうことができるわけですね。今まで Teams がない世界は何が起きていたかっていうと、すいません、ここ会議室1時間しか取ってないんで、続きメールでやりましょうって。結局メールをまた延々とやるわけですよ。で、じゃあ、資料添付しますんで、ZIP ファイルで暗号付きで送りますんで、
パスワードは御社の代表電話番号下4桁で設定しておきますとかって、そんな話をするわけですね、無駄な話を。やりましょう。チームズでやりましょう。会議の後も、その会議をした目的は、会議をしただけでは終わらないはずなんですね。継続してビジネスをしていくわけですから、絶対チームズを1個作っといて、そのビジネスのためだけのチームを作っとく。便利です。やっておきましょう。あともう一つ。チャンネルを使ったグループワーク。というのも、これできます。これ、会議とは別で、私の本文である講義の場合に、例えば30人、40人いらっしゃるわけですよね、受講者の方が。じゃあ、隣の人とペア組んでっていうわけですよ。あぶれないように我々はやりますよ。あぶれないようにします。だって参加人数分かっているので、あ、じゃあ、お人、そこは3人でなんていうことをやりますけども、3人、4人のチームを作ってくださいってやって、そこでディスカッションしてくださいって今までやってたんですけど、オンラインだとできないんですね。隣の人とディスカッションしてくださいって、隣誰かは、いや、僕一人で部屋にいますけど、っていう状態になるので、どうにかしてグループワークをしたいわけですね。このグループワークが、まあ、某なんとかっていう製品はデフォルトでできたので、最初に広まったんじゃないかなと僕は思ってますけども、はい、全然できますよ。Teams でもね、ちょっと後ほど紹介します。っていうようなグループワークも必要です。というわけで、数日間の研修とか、あとは宿題ね。じゃあ明日までにこの宿題やっといてください。グループディスカッションを行うっていう場合は、もう専門のチームを、専用のチームを作って、そこで行うのがいいです。ただ、例えば4時間の無料セミナーをやります。なんていう時はこれは Teams にしなくてもいいですよね。4時間、1時間か。無料セミナーなら1時間。1時間の無料セミナーをしますよ。だったら、単純に Teams の、匿名アクセスができる。まあ、ライブでもいいでしょうしね。をやってあげればいいでしょう。でも、複数人、大きな人数で複数日で宿題があったりとか、グループディスカッションとかもやる。で、何日かにもかけてやるっていう場合には、専用のチームを行って、そこで、毎日の予定表を作ってですね、やっていくのが大事だかなと思います。で、これね、僕が勝手に持ってるわけじゃないんですよ。マイクロソフトの教育機関向けチームズっていうのがあるんですね。これのドキュメントのところに、クラスという定義がありまして、このクラスを作りましょうっていう項目になっているんですが、これですね、ドキュメント。はい。マイクロソフトチームズでクラスのチームを作成するみたいなところ。で、その時に先生向けの資料なんですけれども、ここ見てくださいね。で、クラスを作りますって、このボタンを押すと何が裏で起きるかっていうと、チームが1個作られます。つまり、先生たちであっても、まあ、クラスなんで、1クラス、中学校とかのクラスじゃなくて、多分、大学向けのクラス。なので、1年間、このクラスを使って、課題研究をしていくみたいな、そういう意味のクラスですね。それも、この Teams を使って1チーム作っていくという説明をしているぐらいですから、やっぱりクラス単位でチームを作っていくようにしてください。あ、そう、指摘、いいツッコミをいただいてますね。いいね、大事だって言われてたんですけど、なんだけど、Teams にスラックみたいな、絵文字があると、いいんだけど、そう。まさしく、僕もそう思います。そう思う。あれね、超ダサいステッカーってやつしかないんですよ。しかもでかい。